皆さんこんにちは、お相手する霊夢です。よく来たな、人間ども。今日もこの卵さんが相手をしてやるから、ゆっくりしていけ。皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。今日の動画、ミニチュアの制作動画、バトルレポートではありません。今回また新しい試みで、先日発売されたティラニッドのアクションフィギュア、これのね、開封レビュー動画になっております。早速ね、それを見ていただきましょうか。今回開封していくのはこちらのアクションフィギュア、ジョイトイというメーカーから発売されております、ウォーハンマー 40K アクションフィギュアのシリーズ、ターマガントになっております。おほう、どういうアクションフィギュアゲラゲラゲが登場したのだな。ジョイトイというメーカーは以前からウォーハンマー 40K のアクションフィギュアをたくさん出してましたね。だが多くはマリーン系、帝国系のものが多いな。少ないながらオルツのフィギュアも出たことがあるが、ティガニット系は初になるな。箱の大きさなんですけども、結構大きくて、ティラニッドのターマガントの通常の一箱に比べても、分厚さもありますしね、かなり大きいですね。後ろにはね、付属品一覧みたいなものもね、写真で載ってるんですけど、付属品自体はね、結構少ないんですよね。下のパーツ2つとないがのみとら、今回は装備オプションがないようだな。ティラニッドの第一弾ですので仕方ないでしょうね。今後、装備違いが出てくることを期待しましょう。では箱から開封していきましょうか。これをね、皆さん見てくださいよ。なんてパッケージングされてるんだと思いませんか。これ取り出した瞬間にね、笑いましたからね。卵さんが見たことない姿で入ってますね。潰されたカエルみたいになってますよ。お前なんてことを言ってくれてるのが、ラベラベの貴重な姿と思って拝んでおくんだな。これはこれで愛嬌があるな。どうだ。では早速ね、プリスターから取り出していろいろいじっていきましょうか。このね、潰されたカエルみたいな卵さんなんですけども、腕をね、大きく広げてますよね。ちょっと私のね、手が小さいんですけども、手のひらサイズのターマガント、ターマゴーントになってますね。スケールは18分の1になっているらしいな。ジョイトイのフィギュアはマリーン系なども同様のスケールサイズです。なのでこの卵さんと並べても同じ縮尺で飾ることができますね。ではこの状態で四方八方、少し細かく塗装の方を見ていきましょうか。塗装なんですけどね、リバイアさんのカラーに塗装されてます。今の標準的なリバイアさんカラーに近いものになってますね。広角装甲の色が、紫、ちょっと濃い紫になってます。通常体色は白なんですけども、よくよくしっかり見ると小さな隙間とかね、ミニチュアの塗装でいうシェイドが入っているような、関節の隙間隙間のところにもね、少しずつ紫が入っているような、丁寧なね、仕事になってますよ。はみ出しも極端にね、気になるものはないですね。少し顎の角度がね、調整必要そうですね。このね、フィギュア全体的にすごく柔らかい部分がありまして、軟質パーツになってますね。素材は ABS と PVC となっているが、指先や爪など様々な部分に遊びがあるな。ある程度の柔軟性がないと、ガシガシ動かしているとすぐに破損してしまいますからね。それとね、ミニチュアってプラとかレジンとかメタルじゃないですか。これは柔らかい部分が多いので、ティラニッドもどこかね、生物的な柔らかさみたいなものをこう表現すると、こういうところが軟質になってるっていうのがあると、より肉感といえばいいでしょうか。解像度が高まりますよね。いつもと違う手並びを味わえるのも良い部分だな。さて、アクションフィギュアですから、動く部分見ていきましょうか。まずはね、顎ですね。開閉しっかりします。ですがそこまでね、大きく口は開かないですね。無理に開くのは無理ですね。それと首の部分なんですけど、結構ね、ここに関してはね、横を向いたりはできます。ただ上にはね、向けません。それと首の胴体に近いこの根元の部分もね、一応回転はします。これ以上はちょっと動かないんで、無理に動かすのは難しいですね。そしてですね、腕周りなんですけど、これね、肩の部分はこれ軸がね、回転はしてくれたりするんですけども、広角走行が干渉して、大きくね、外に動かすのは無理です。で、肘は90度ぐらいまでは曲がったりします。ただね、伸ばすのはね、これ以上は無理です。そしてこれを、見てもらったらわかるんですけど、これ肘もね、ボールジョイントになってるんで硬いな。
硬いんですよ。で、手首ですけど、こうやってね、手首は柔らかくね、動きます。ぐりぐりと回ったりはします。で、この指なんですけど、指柔らかいんですよ。ここにね、関節のパーツが入っているわけではないんですけども、これ4本の指がね、それぞれかなり柔軟性があって遊びがあります。反対の右の腕も同じようになってますが、このチューブの部分は後でフレッシュボーラーを接続する部分になってますね。こちらの手首の方がね、若干硬い感じがします。おそらくですけど、フレッシュボーラー持つためにそうなってるんだと思います。で、もう一つやるこの爪ですよね。爪の腕なんですけど、こちらも動きはするんですけども、肘が一番動く感じで、外にね、広角走行を干渉してしまって、腕と肩の部分っていうのは大きく開くことがちょっとできないですね。で、足なんですけども、これね、足が一番ね、しっかりしてまして、股関節はね、おそらく保持するのが大変なんでしょうね。かなりね、動きはするんですけども、硬いです。そして膝ですね。膝も90度ぐらい曲がります。で、もう一つ、ティラニットはね、第二関節がありますので、こちらも動きますが、こっちはもっとね、少ない動きしかないですね。で、足首も、蹄の部分動きます。全体的に動きが制限されているように思うな。これはボーンとが常に変形していて、ポーズを保持してからったりすることを考えると、多少は関節可動域を制限しておく方がいいと判断されているのだろうな。ティラニットは人体よりも関節機構が多いですからね。ただ動かしてみて、基本的なターマゴーントのポージングっていうのはある程度取れそうです。ミニチュアでもね、ティラニットのミニチュアは特に股関節、足回りがね、弱いんですよ。なのでこれぐらいしっかりとした硬さの関節の方が遊ぶとか動かしてポージングを変えるっていうフィギュアに関してはこれいいと思います。次は付属品のフレッシュボーラーを見てみよう。造形と塗装はシンプルなものになっている。思いのほか大きいですよね。ティラニットミニチュアでは最も小型の重火器ですが、このスケール体だとボリュームがありますね。少しだけ本家のミニチュアと違う造形になってます。左右でね、造形が省略されてたりとか、それとね、接続する部分が解釈がね、違います。このフレッシュボーラー接続するんですけど、本当に簡単な仕様になってまして、もう手に単純に握らせます。指の部分が軟質になってまして、遊びがありますので、すんなりとね、これ持ち手持てるんですよ。そしてこのチューブ状のね、まあ規制している状況なんですけど、これはこのチューブをただ取り付けるだけなんですよ。ただこれね、そんなにしっかりとねハマってるわけじゃないんで、この部分自体も柔らかくて、結構ね動かすと、手首動かしてると外れたりはします。これがですね、両手で持った状態なんですけども、まあ右の腕はチューブ今外れそうになってるじゃないですか。で、左手なんですよ。これよく見てください。これね、親指、母指をこのフレッシュボーラーのこの穴の開いた部分に押し込むようになってるんですよ。ここなんですけどね、これ見えますか？爪が出そうになってるでしょ。これが要はね、通常のミニチュアでもこの部分ちゃんとね造形はされてるんですよ。で、こういう風に持っていますよと。なのでミニチュアでは一体になっててよくわからないところなんですけど、ここは着脱できますので、解釈として少し通常のミニチュアと違うところになってますね。具体的にどう違うか解説すると、右腕の指はミニチュアでは完全にフレッシュボーラーと融合しているので一体成形になっているぞ。それと左手、この画像から見える3指はミニチュアではフレッシュボーラー内部に食い込み、造形が省略されているぞ。現在のミニチュアでのフレッシュボーラーがこれです。右手は融合し一体になっています。左手は母指が造形されています。残りの3指が爪が見えないくらい砲身の内部に食い込んでいる造形になってます。小さいミニチュアでは造形できなかった部分ですが、もう一つの付属品は2種類の舌なんですけども、この舌のパーツは取り付けるのが少しね難しかったですね。というのも口の開き方がそこまで大きくは開いてくれないんですけど、舌のこの接続部分がですね、喉の奥の方にありまして、
ピンセット使わないと絶対届かないんですよ。下のパーツ自体も柔らかいので、もしかしたら接続部分が破損してしまう恐れもありますし、ピンセットを使ってる時に塗装が剥げてしまうこともありえますので、この部分はね、慎重に取り付けをした方がいいですね。通常のミニチュアサイズと比較してみるとかなり大きいですね。普段作って塗っているミニチュアがとても小さいと改めて実感できますね。ボーンとのミニチュアを持っている者たちながら、なんとなく路列外の大きさがわかるだろうか。通常のティラニッドミニチュアで大きさが近いものだと、このエグゾクラインぐらいの大きさが近いですかね。それでも尻尾の長さを入れると、このターマゴントの方が全長は大きいんですよ。横幅に関してはね、エグゾクラインのがありますけど、全体のボリュームはね、これに負けてないんですよね、このターマゴントのアクションフィギュア。さて、一通りね、動かしたり比較してみましたので、絶対に通常ミニチュアではターマゴーンとかやらないポージングさせてみました。どうですか？フレッシュボーラーから左手を取っ払ってこんな感じにもできるんですよ。両手が自由になっている卵さんは新鮮ですね。通常ミニチュアではありえない挑発的なポーズにしてみました。片手でフレッシュボーラーを持っていることがないからな。胴体と足をね、しっかり立たせて姿勢よくして、こういう風にもできるんですよ。片手でね、フレッシュボーラーを空にね、掲げてるような感じにもできます。ちょっと首がね、上にはこれ以上ね、向かないんで、真正面しか向けられないんですけど、こうしてみるとゴーンともかなりね、人っぽいですよね。設定では頭から尻尾まで190センチはあるから、立ち上がるとそこらの人間より大きいんだぞ。超大型犬が銃持ってるみたいなもんですからね。このベースにもね、しっかりと凹凸ありますので、蹄の裏の接続部分さえしっかりはめ込んでおけば、片足立ちで保持することもできます。やはり疾走感をね、演出したようなポージングで飾りたいと、そういう人多いと思いますので、今まさに走って突撃してくるような、そういうポージング楽しめます。体を前傾姿勢にしすぎると、片足立ちにすると足の保持力がね、かなり弱くなってしまって、長時間ね、同じような姿勢でポージングね、維持するのは難しそうではあるんですけど、尻尾とそれと鍵爪のね、部分をちょっと調整してあげればバランスはね、取れるみたいですね。ただ問題なのは、フレッシュボウラーを水平に構えるのが難しいかなとは思いますね。しかし普段見れない卵さんのいろいろなポーズ、動かしていて楽しいフィギュアなのは間違いありません。ティラニッドの身体構造をよく理解できる教材でもある。ミニチュアではどうなっているかわかりにくいところが、実際にどう動くのかがわかると制作にも役に立つぞ。ある種の塗装見本にも使えるフィギュアだと思う。たくさん並べると大きいので圧巻でしょうね。さて、いかがだったでしょうか。ジョイトイアクションフィギュア、ターマガント、ターマゴーント、このフィギュアですね、少し可動性というか大胆な動きっていうのはそこまでできないんですけど、塗装のクオリティ、細部の造形、それとミニチュアをこういう風に解釈して落とし込んであるんだっていうのがよくわかる、とてもね、いいフィギュアだと思います。ちなみにこれお値段なんですけど、4000円前後なんですよ。この通販のサイトによっては若干安かったり高かったりっていう風にちょっとまばらなんですけど、ターマガントは1体4000円前後で買えます。4000円でこのクオリティ、海外のね、メーカーでこれであればコストパフォーマンスはすごく高いと思います。実際今の日本のメーカーでアクションフィギュアを買おうと思うと、かなりのね、高額帯のものもありますので、とてもいいフィギュア作ってくれたなと個人的には思います。これが続くんであれば、ティラニッドに関してはどんどん集めたいなと思いますね。やはり真のティラニッドを目指すものとしては、これほどいいティラニッドのね、商品が出てきたんであれば応援したくなりますね。正直このターマゴーンとの18分の1っていうスケールフィギュア、想像以上に大きかったんで、もしこの18分の1のサイズでハイブタイラントが出てきたら、それはとてつもない大きさのものになってるでしょうし、やはりカーニフィックスは見たいですよね、モンスターが。まあ、妥当なところでは次はホーマーゴーントとジーンスティーラー、もしくはガーゴイルってところがラインナップに出てくるんだとは思いますけど、これからが本当に楽しみですね。ぜひフレッシュボウラーではないデバウアーやスパインフィスト、何かね、別の新しい武器をね、つけたタイプもね、本体はまあ型があるでしょうから、
そういうのもすぐ出てきそうでもありますしね。これからの本当展開にすごく期待持てますね。ミニチュア以外で出費が多くなりそうですが、このような商品展開がピラミッドで滅多にありませんから、ぜひ長く続いてほしい商品ですね。全国のティガニッター都市も行きたい持っておくといいぞ。自分のカバーにディテインとしてもいいがどうな。他のアクションフィギュアとも流れやすいサイズ感なのも嬉しいな。それでは今回の動画はここまでです。いつも見てくれてありがとう。気楽にチャンネル登録も頼むぞ。いつもご視聴ありがとうございます。気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら、私のやる気上がりますので、よろしくお願いいたします。コメントも気軽に残していってください。いつもご視聴ありがとうございます。よう、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。